皆さんこんにちは、いよいよ、AW がこの、9月の上旬に、スタートしたんですけれども、本日は、そんな AW、シールムリーン今期どういう立ちで、テーマだったりとかあと素材を選んだかっていうのを私の方から、ご紹介できたらなと思います。はい、今期は大きく分けて2つありまして、1個目が、SS から引き続きで、原点回帰っていうテーマをつけました。やっぱこうシールムリーンらしいブランドらしいあのカラーだったりとか、なんかどこか可愛らしいところっていうのがやっぱこう遊び心のあるディティールを入れたりとか、なんかそういう部分であの夏は楽しんでいただけたんじゃないかなって思ってます。で、AW になりまして、なんかそんな部分をよりこうちょっと深掘りできたらなっていうふうに思っていて、春夏と秋冬でやっぱりこうちょっとシールムリーンのイメージも変わってくるかと思うので、じゃあ冬のシールムリーンってどんな感じなんだろうっていうところもまたこう SS に引き続きいろいろこう悩みながら、可愛らしさとはシールムリーンらしいディティールとはっていうところを追求しながら作りました。で、もう一個が、はい、エモーショナルっていう風にあのテーマをつけていて、それがあの、やっぱいろいろなあのことが明けまして、今年はやっぱり外に出たいっていう風な気持ちも高まっていると思いますし、なんかこう久々になんか自由に感じられる時間がすごく増えたんじゃないかなっていう風に思っております。で、なんかこうその日の気分だったりとか、なんか着たいお洋服っていうのをこの自分自身の気分でいろいろ楽しんでいただけたらなっていうふうに思ったので、自分の気持ちをそのままお洋服で表して着ていただけたらなっていうふうに思っております。すごいこうキラキラした感じの雰囲気だったり、なんかはたまたちょっとねエモさもねあるような、なんかちょっと昔っぽく感じる色合いだったりとか、そういったこうちょっとこう気分が上がるような、なんか気分を表現してもらえたらなっていうふうに、思ってます。はい、ポイント結構あのベーシックなカラーもしっかり準備しているので、白黒ベージュ、あとはグレーもやっぱな今季すごい良さそうだなと思ってるので、なんかグレーは明るいトーンからちょっと暗めのトーンまで、あとなんかヘザーだったり、マットだったりっていう風に結構いろんな幅を持たせて作っております。で、あとあのカラー、カラフルな方のカラーでいうと、もうここはすごいシールムリンらしいなっていうポイント で、ピンクだったり、あとブルー、あとはなんかミント系のピスタチオとか、なんかそういう部分をしっかり取り入れていて、あとはちょっとほっこりカラーとしてなんかブラウン調、なんかモカとか、なんかそういうクマみたいな感じのほっこり系のカラーも添えております、で、あとあのトレンドのカラーになっている赤はあのちょこちょ こうアイテムで刺すような感じにしていて、こうちょっとこうほっこりとした感じ、シルムリンらしい感じ のお洋服カラーラインナップの中にこうちょっとこうエネルギッシュな感じでこうポンって刺せるような感じで赤を刺しています。もうあの立ち上げの時もあのワンピースで赤があったかと思うんですけど、なんかそういう雰囲気でちょこちょこ入れていこうかなと思っております。はい、なんかいろんな気分を感じられるようにいろんな素材を使ったのも今期のポイントでして、なんかその中から今回は3つ、ご紹介をしたいと思います。で、まず1つが、もうすでに発売もしているチュールの素材からかわいます。かわいい、なんかチュールって今までねそんなにシールムリーンでもありそうでなかったです。そうなかったものだなと思ってて、でなんか今期はなんだろう、また引き続きですごくあのシアー系の素材がすごく注目されているので、なんかまあ普段から着てくださっている方も多いと思うんですけど、またなんかこういうちょっと張りのあるあのシアー感ってなんか今年っぽいのかなって思って、あのシリーズ展開として今回はやってみております、なんですけど、なんかこうちょっとねこうタック入れたりとか、なんか
ギャザーを使ったりとか、さらっと見えないようにボリュームがつくようにこう、うん、はい、ちょっとこう縫製だったり加工だったりを工夫しているので、シールブリーらしい遊び心なんじゃないかなと思います。はい、はい、2つ目は、ニットですね。シールムリーンの AW ってすっごいやっぱりニットが毎年ご好評いただいてるんで、今年もたくさんニットを作っております。でそんな中から、まずはちょっと9月っていうところで、ピックアップさせていただいたのが、ペルーニットになります。で、まあ、このニットなんですけど、本当ペルー産ということで、何が違うのっていうところで、まあ、とりあえずもうまずはこのほっこり感、うん、この糸の太さっていうのが他のニットに比べて全然1本の太さが全然違くって、あとウールなのにペルーのニットって軽いんですよ。めちゃめちゃ軽いです、ね、めちゃめちゃ軽くて、はい、なんかそんなところもペルーでしか作れないポイントなんじゃないかなと思っております。はい、はい、そんな2つ目ニットのご紹介でした。はい、はい、3つ目はもう今年一番なんじゃないかっていうね、はい、ぐらい推し推しのついに来ました、ね、ついに来ましたね、はい、エコレザーです。エコレザーイコールフェイクレザーなんですけれども、今年これもトレンドの一つでもあるんですけど、やっぱエコレザーっていう部分でシールムリーンもやろうじゃないかっていう話で、もうね、1年ぐるっと1年、本当に1年前ぐらいから、うん、記事からすごくたくさんやり直して修正して作ったものなんですけど、リアルっぽく見えるようにもちろんそのあたりも修正してるんですけど、なんかそれとプラスでその味の部分を今回の AW ではすごくこうデザインに対して追求をしていて、なんかこう着古した感じのなんかヴィンテージライクな雰囲気だったりとか、あとなんか他のレザーのアイテムではなんか擦れてしまった加工だったりとか、なんかそういう部分で他のブランドさんではあまりやってないだろうというそのワンポイントをつけた生地からしっかりと作り込みをしております。でもね、なんかわざとかわいいムラがあるような感じ、はい、なんか洗いがかった、うん、なんかもうこれとかも本当なんか張り感とかもそうだし、なんかツヤもすっごいもう本当リアルに近いぐらい ね、もう今季絶対的におすすめなのはレザーです。でぜひ1枚絶対着てもらいたいなって思うぐらい推しな、はい、素材です。はい、はい、では先ほど、素材をご紹介したんですけれども、次はアイテムとしてご紹介をしてまいりたいと思います。チュールのキャミソールが発売しまして、はい、そのお友達として作ったトップスのバージョンになります。はい、今回はこのトップスキャミソールと全然違うんですけど、なんかやっぱりそのキャミだとさらっと着れるから、なんか着増しも効くし、はい、なんか取り入れやすそうっていう感覚すごいあると思うんですけど、はい、このトップスもなんか着たらなんか可愛いかもってすっごい思わせてくれる子だし、このチュールの、ね、ボリュームがすっごい気分を上げてくれる、そんなトップスです。で、このトップスのポイントがこの首周りなんですね。はい、めっちゃ伸びます。そうなんです、すっごい伸びて、で、あえてこのチュールの素材に対してこのネック周りだけサテン の生地を使っているので、まあ、なんかちょっとこうボリュームありながらちらっとこうレディーライクな部分の生地使いをしているので、はい、なんかそんなところもポイントです。このトップスなんですけど、なんか今このクルーネック気味、はい、になってるかと思うんですけど、これがですね、なんとこのゴムを利用してグッと上げてもらえるとオフショルとしても使えます。なんかあとは片方だけとかでもいいし、はい、その長く使うために冬のコーディネートとしておすすめなのは、中にタートルネックとかを合わせていただいて、うん、まあ、こういった感じで U ネックでそのまま合わせるとか、まあ、なんかタートルとかあとシアー系とかをとかも合わせていただけるし、このなんかこの首元が変えられることによって、はい、そのタートルからハイネックから普通の U ネックとかまですごくいろいろ重ね
近もしやすいっていうのもすごくポイントなので、そんなところも注目していただきたいなと思っております。で、続いて、同じ素材で今度このスカートが発売になるんですけれども、こちらについてを少しご紹介したいと思います。でこのスカートに関しては、チュールのこのトップスが割とねこのタックの感じでポコポコっとなった、ものに対して、もう少しねちょっと柔らかさというかを感じられるような感じなんですけど、カットの、ね、長さがねこう段々になってる、グラデーションになってて、はい、ダダダダダダッと、スカートも同じくそんな感じでウエストのあたりは短くなっているのに対して、どん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 こうふわーっと長くなっているのが特徴です。裾部分だけこんな感じでね、プリーツ加工になってるんですよ。なのでなんか1枚なのにすっごいこう表情が楽しめるあのスカートなので、なんかそんなところもあのポイントにしていただきたいなと思っております。で、このねスカートね、じゃん、裏地がついております。なのであの 同色の裏地をつけたので、もともとこれ1枚であのスカートと一緒に着ていただけるんですけど、あのチュールのスカート1枚だとこんな感じでもうスケスケつけてます。はい、はい、スケスケなので、なんか例えばなんですけどデニムのパンツの上からスカートを使うとか、なんかもう本当レギンスとか黒のレギンスとかであのなんか履いていただいて1枚で着たりとか、なんかそういう風な使い方もできるので、なんか割とねこの1枚でもあのボトムだけなんですけどすごい着回しもできちゃう子です。で最後キャミソールとセットアップでルックの方でコーディネートしたんですけど、はい、なんか今私が着てるようなトップス、肩なんか肩落とした方がバランスいいと思うので肩落として、なんかこれにトップスにスカートを合わせるとか、なんかそういうセットアップでもなんか絶対可愛いから、あのこれから9月10月の結婚式もなんかねきっと多そうだと思うので、なんかちょうどいい感じの肌見せと、カジュアルな式ではなかったら肩見せたりとかもちょっと NG だと思うので、そんな場合もなんかさっとさっとしまっていただいて、なんかこんな感じで行くのもいいんじゃないかなと思います。で黒黒で合わせていただいてももちろん可愛いし、黒はねすごいシックになるから、よりなんか結構上品な雰囲気モードな感じにもなるし、黒もすごくおすすめです。そしてキャミソールにも出ていた真っ白のホワイト、こちらもねすっごいボリュームが出て可愛いし、あのデニムとかの相性もすごいいい感じ、これはすごい可愛い、絶対合わせやすいし、なんか中に例えばなんですけどあのネイビーのタートルネックとか、やっぱなんか白はあのインナー使いが万能に多分使えるので、うん、そんな部分でもすごくおすすめです。で最後にこのもうシールメリンらしいこのピンクなんですけど、はい、割とね結構あのスモーキーなピンクなので、あの このボリュームとフリルな感じがあるんですけど、あんまり甘くならないのがすごくよくって、で私もインスタの方であのデニムのホワイト、きなりデニムのカーゴパンツで合わせたんですけど、なんか意外とすごい可愛くって、だからなんかそういうカジュアル落としのコーディネートがすごくおすすめになります。といった、トップスが4色でスカートが2色っていうチュールの展開になります。はい、続いてこちらのペルニットを着てみました。ボリュームがねすごい可愛い1枚です。今回なんかあのペル今までプローバーとか、ベストとかがあったんですけど、今回このボリュームさ、ボリューム感とあとこのフリンジもあのちょっとエモさもあるかなと思うこのポイントでございます。で、ペルの、糸の特徴としてはすっごい軽いんです。でウール 100% で軽いんですけど、しっかりとあの保温性とあの暖かさちゃんとあるので、あのそのあたりがすっごくおすすめなポイントで、あの軽いのでこれだけねボリュームがあっても、なんか本当あの肩こりさんとかも多分ないと思います。なんか不安とした感じ、なんか毛布みたいな感じ、はい、着心地で、なんかそんなにあの私今スパゲッティでいろいろ着回してるので、あ
の素肌に合わせてるんですけど、なんか素肌でもあのチクチク感、私多分敏感な方なんですけど全然気にならないぐらいなので、もし気になる方がいればなんかそういったちょっと1枚かませる感じでもいいし、秋らしいスタイリングとしてそんなコーディネートもおすすめかなと思います。で、このカードなんですけど、なんか今回全部手編みにしてるんですけど、あのケーブルだったりこのガーター編みっていう、なんかポコポコっとしたガーター編みを使ったりとかしてるので、はい、なんかあのいつも結構フラットな面で作ってたんですけど、今回のペルーニットは割とあの表情豊かに作ってるのがポイントになります。で、あのこのねフリンジの部分もこれ全部あの手でつけてくれてるんですよ。と言ったらね、ここが多分あのポロッと取れてしまう。で、こうフリンジになるようにキュッてここで止めてくれてるような感じになってるので、なんかこういうのすごいほっこりしません？ありがとうアミコさんってすごい感じなんで、もう本当1枚1枚全部あの手編みで作っていただいてるので、1枚1枚にちゃんとあの表情があるので、そんなところも愛らしいポイントなんじゃないかなと思っております。で、あとあのここあの前カーディガンなので前にボタンついてるんですけど、今回 あのねウッドボタンなんですよ。なんかいつもみたいにあのなんか縁ありとかなんか別光とかではなくて、やっぱこの木のなんかほっこりした表情が出てるので、なんかそれもすごいおすすめなところです。なんかこの全体の今回のニットのこの全体のこのほっこりとした感じをさらにこの木のウッドボタンでなんか総仕上げをしてくれてるような、うん、なんかそんなイメージです、はい、なんか今までシールムリーのニットいっぱい持ってるよっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、ま、なんかまた新しいなんか味わいがあるペルーのニットだし、なんかこれ1枚ですっごい可愛くコーディネートできるので、うん、ぜひあの着回していただきたいそんなニットです。はい、では最後にこちらのレザーのジャケットをご紹介していきます。ということで、この推しの、レザーのジャケットを着てみました。もうこれはこの YouTube に多分1本でいけると思うぐらい喋ることはあるんですけど、あの今回ちょっと企画が違うので、はい、随分省略をさせていただきます。で、このまずライダースジャケットは、まあ、一番のこだわりは本当にあの生地なんですよ。なのであの生地はなんだっけって思う方はもう一回クッと戻ってもらって見てみてください、はい、では、この YouTube では、まあ、着こなしというかあのポイント、うん、デザインのポイントをさらりとお伝えできたらなと思うんですけど、かなりねドロップしてるの分かります？すっごい落としてるんですよ。で、あの落としてるんですけど、このドロップショルダーからあのそのままストンと落としてるので、バストもね結構ゆったりめなんですよ。ボリューム感のあるコンパクトなライダースのジャケットっていう感じですね。今季もまだまだあのショート丈があの絶対的に可愛いと思うので、可愛いと思うし、やっぱりなんかそれが気分だからニットにもスウェットにも万能的に使えるような、なんかそういうところも加味して着崩してゆるりと着れるような、なんかそんなサイジングにしているので、そこがすごくおすすめです、はい、で、あの今回そのショート丈ではあるんですけど、私160センチなんですけど、だいたいまあジャストぐらいの丈感着れるので、あの低身長さんでも高身長さんでもいろんなスタイルに合うジャケットだと思いません？うん、はい、なんかずっと使えるようなすごくシンプルなライダースなんですよ。ポケットとかもなんか本当にちょうどよく、あんまりなんかハードすぎてしまうと飽きちゃうから、うん、程よいこのゴツ感っていうのがポイントなので、なんかそういうねあたりもなんか全部ひっくるめてずっと長く使える一着っていうところもぜひポイントにしていただきたいなと思っております。で、あと中の裏地なんですけど、あの今回滑りも良いようにつるっとした感じの裏地をつけております。で、このフェイクレザーと裏地の、2枚重ねになってるんですけど、なんかこのぐらいの薄さなので、あの暑がりさんにもおすすめっていうのもそうなんですけど、逆に寒がりさんにもすっごいおすすめで、この
アームホールはあるのでアウター限られてしまうかと思うんですけど、この上にアウターを着るっていう技もあります。あとはなんかこうベストとかを上から着る感じだったら、なんか今ダウンベストとかそういうのもすごく可愛いと思うので、ダウンベストを上から着てもらって冬の対策をするっていう感じにも使っていただけるので、多分全然11月12月多分全然着れるんじゃないかなって、うん、そう思います。なのでなんかそういった1枚で着るっていうスタイリング以外にもそういった 着方ができるので、そんなあのコーディネートも楽しめる一着です。はい、というわけで、今回、この YouTube でシールームリーンの2023年の、オータムのご紹介をさせていただきました。はい、もうすでに、ね、お洋服たくさん入荷もしておりますので、はい、YouTube の、聞いていただ見ていただいて、あそういうイメージなのかと改めて感じていただいて、その上でお洋服を見ていただいて、あなるほどねなんてこう思っていただけたら嬉しいなと思っております。はい、これから、10月に入ってまたね雰囲気もどん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 冬に近づく感じのイメージに、ね、はい、なってくるので、まあ、今の時期にしかできない格好から、うん、まずはお洋服を楽しんで、着ていただけたらなと思っております。はい、ぜひこの秋冬もシールームリーのお洋服を着て気分を上げて、はい、寒さを乗り切ってまいりましょう。はい、はい、登録と、あ、いいねと登録とグッドボタン、グッドボタン、グッドボタンとチャンネル登録、チャンネル登録をお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。